代表的な参考書をネットとかで調べておいて、まずそれを一回見た方がいいです。まあ、有名どころ知るっていう感じですかね。はい、要するにその参考書を基準にして、はい、自分がどういうものを欲しいか選ぶんですよ。ああ。武田塾チャンネル。今回はね、参考書の選び方についてきました。参考書の選び方、はい、まあ、どういう基準で武田塾が、はい、まあ、主に自分が見ているのかとかね、はい、じゃあ自分はどういうのを選べばいいのかみたいな、はい、そういう判断基準をね、うんうん、武田塾のルートの参考書 もちろん使うのもいいんだけど、はい、いや俺はこういうの使いたいんだよな、うん、あればそれをねぜひ選ぶ時の参考にしてもらえればと思いますので、はい、今回の企画もよろしくお願いします。はい、さあ、はい、参考書の選び方ということで、はい、とりあえず目的決まったぞと、はい、なったら次どうするかって言ったら、うん、じゃあその目的には参考書はどれだって話になるわけじゃないですか。はいはいはい、そうですね、うん、確かに例えば、うん、じゃあ俺は英単語覚えたいみたいな、そう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 、はい、でその時にまずやるのが、うん、はい、代表的な参考書をネットとかで調べておいて、まずそれを一回見た方がいいです。まあ、有名どころ知るっていう感じですかね。はい、要するにその参考書を基準にして、はい、自分がどういうものを欲しいか選ぶんですよ。あ、なるほど。例えば、はい、英語だったら単語だったらターゲットとか、はい、システム英単語とか有名じゃないですか、はい、まあ、あと速読英単語とか、あとは単語とかですか、ね、はいはいはい、まあ、とりあえず、まあ、代表的には多分単語かシスタン、あ、ターゲット英単語か、はい、システム会になると思うんですけど、そうですね、この2つはまあ代表的な、うん、というかレベル的にも、まあ一般的に普通と言われるレベルで、はい、こう基準となる例えばシステム英単語だったらシステム英単語と、うんうん、はい、ちょっと興味あった参考書を例えば見比べてみて、うん、どう違うのみたいな、うんうんうん、あ、こっちの方がなんか覚えやすいなとか、うん、こっちの方が量多いんだなとか、うん、そういうのを見て、じゃあ自分はこっちの方がいいかなみたいなのを見ると、はい、だから比較対象があると、はい、より探しやすくなると思うんですよ。そうですね、ゼロから探すのはやっぱ難しいと思うわけ、はい、だけど結構やっぱ武田塾のねサイトとか参考書見てる人でも、はい、なんか自分で参考書選びたいなみたいな人もいるじゃないですか、はいはいはい、例えば数学で基礎問題成功を使った方がいいって書いてあるけど、でも自分チャート使いたいんだよみたいな、ありますね、うん、はい、だとするとどう違うのか見てほしいんですよ、うん、まあ、まず見たら分かんない、分厚さ違うじゃんって話 で、 そうです、ね、問題数も違うわけだから、はい、分厚いのやりたいならさチャートの方がいいだろうしみたいな話が出てくるわけですよ、うん、あとは筋トレしたい人ですよね、はい、あとはその読んで難易度の違いが分かるかどうかみたいな、はい、うんうん、だから そうですね、そのために何か一冊その中で基準になるものがあれば、うん、例えばそれと自分が興味持っている参考書を見比べてみて、あ、こういう点がこっちの方がいいから俺はこっちにしようかなみたいな感じで選んでいくといいと思うんですよ、はい、ですね、逆に言うと、うん、じゃあ大して区別が差がつかないものはどうすればいいのかと、はい、確かに、じゃあどっちでもいいんじゃないのって話になるわけですよ、まあ、例えば英文法で言うとネクステージとヴィンテージみたいな感じですかね、そう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 、あとアップグレードみたいな、はい、見てもらえば分かるんだけど、はい、大差ないわけですよ、大差ないですよ、これどれでも大体一緒ですよね、はい、ですだから、はい、そういうのは正直好みでもいいって思うし、はい、見たら大体何となく分かると思うんですよ、それは確かにそうですね、だから、はい、なんか一冊基準を作った方がいいと選ぶ、うんうんうん、がむしゃらと見るんじゃなくて何か一冊を元に見比べる形で選んでいくのがいいって感じですね、はい、じゃあ次に行きましょう。中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね、新企画 の、 あの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画、武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていうシリーズ、はい、そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの直前期だったり、はい、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってるので、ぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります。それはこちらですね、はい、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で、今あのいろんなね質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。